ビオランテ・ベアトリーチェヒ、フェルディナンド・デ・メディチは、トスカーナ大公使、トスカーナ大公コジモ三世と、ヒ・マルゲリータ・ルイーザの長男。フェルディナンド三世と呼ばれる場合もあるが、大公に即位していないので、ここでは大公使とする。なお、フェルディナンド三世大公は、ハプスブルク家の大公に存在する。父コジモと、母マルゲリータは、長男の後に、長女アンナ・マリーア、 ジナンジャンがストーネと子供を設けたが、1675年に別居した。彼女は夫を軽蔑しきっており、フィレンツェにいるよりも、モンマルトルの修道院に限っていられる。パリに戻る方が、ほんのわずかでも、ましだった。コジモがフィレンツェに戻るよう要請したとき、マルゲリータは初めて夫に出会ったときから地獄にいたと、返答した。フェルギナンドは、父の弟、フランチェスコ・マリアや、 弟ジャンガストーネと同様、音楽家を保護した。プラトリーノのビラにたびたび出かけていたが、このビラにはアントニオ・フェッリがデザインした室内劇場があり、そこでオペラの上演を行った。フェルギナンドに招かれた音楽家には、バルトルメオ・クリストホリ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、アレッサンド・ロスカル・ラッティ、ジャコモ・アントニオ・ペルティ、ベルナルド・パスクイーニラがいた。 楽器制作者のクリストフォリは1688年にフェルディナンドに雇われ、十分な資金を得て1700年頃にピアノを発明した。アレッサンドロスカルラッティは、プラトリーノの劇場のために5作以上のオペラを作曲したが、オペラの詳細についてフェルディナンドと膨大な書簡を交わしている。また1711年にアントニオ・ビバルディは競争曲集。 調和の霊感を検定している。その他、画家ジュゼッペ・マリーア・クレスピ、セバスティアーノ・リッチのパトロンでもあった。フェルディナンドのヒメタル・ジョージは、ジャン・ガストーネと同じく、ほとんどの相手が男性であった。プラトリーノ・ノビラは、男性の愛人と密会する場でもあった。1696年に、ベネツヤのカーニバルを訪れたと推測されており、彼はそこで梅毒に感染したと言われる。 1689年、フェルディナンドはしぶしぶ妻、ビオランテ・ベアトリーチェ・ディ・バビエーラをめとった。ビオランテは、夫と同じく音楽好きで、フェルディナンドを愛していたが、結婚生活は不幸で子供もなかった。コジモ三世は、子供たち三人がそれぞれ配偶者との間に子ができないという、将来のメディチケ断絶の危機に、アンナ・マリアを、 ジャンガストーネの時期対抗とすべく奔走したが、叶わなかった。1713年、フェルディナンドは梅毒により、父子児も賛成より先に行った。ビラは現オーナーの名前にちなんで、ビラデミドフと呼ばれている。ありがとうございます。